だマインドフリークがやってくる。ガイリングライト流したが、え、2人死んでる。潰しに行ったが、ここはダメ、5体。そんな何も見えない中、殺すことある？これがペーパーレックスの上手いところです。さあ、ホットハンドルダメージ。うわー、それ食らいながらやるの偉すぎ。うわー、分かってますね。正面ではジン端に隠れていました。うわー、うまい。リックスペロ、うわ、取らせないようにしてるって感じですかね、レックスリグム基本が。はい、なるほど。さあ、ミッドプッシュ、ここでフォーセイ君確認しました。ガイリグナイト当ててから、ここはトレイルブレイズでカバーしましたが、フォーセイ君飛び出していった。うわー、いい当たりだー。囲まれた、完璧じゃん。それはあまりのキルになりました。ミッドからの取り返しも警戒しながら、まずはフォーセイ君が視認して、グラビティウェル吸い込んだところ、フォーセイ君一旦止まりましたね。そうですね、時間を置いて攻めていくか。あ、でもここからですね、はい、ハーバーが入っているので設置はしやすいはずです。それに対してどういうリアクションを見せるか。行くしていった、覗いていく。ここはフリップスジェイダーが抑えた。いやー、あの武器欲しいですけどね。欲しいですけど拾えないですね、スミスも。 EJ が手前、箱の裏一人、ウルト使うんだこれ。抜けていった、ダバイがワンピック、強気に来た。さらにジンも削る。いやー、いいウルトだな。でもそれ EJ2 キル目、ただここはダバイのトレードです。いいカバーどうしますね。2オン2、足が見えました。ブレイズを展開して、そこからカーブボール、え、今のカーブボール食らってないの？少し曲がりすぎたか。なんで絶妙に。さあ、今度はリーリングに対してのオペレーターですが、トレイブレーザーを入れていきました。ガイリングライトを入れてコネクター抜け。だからこれキルジョイも残っているというのをどう警戒するかですよね。今わざと一発って自分の位置を教えましたけど、ね、ウッドダウンに対しての強気な勝負。フォーセイ君少しラインを下げて 2G 合流していきます。うん、あれ潰しに行かないんで、キルジョイオペレーター怖いのかな。流れていく。レックスレグムキオン、レコニングを切ってサイトに入っていきます。すげえ綺麗だな。無理に打ち合わないでリテイクしますね。メインも取れているペーパーレックス。ここからの取り返し、どういったテンポで行くのか、早めに行くのか、トレールブレーザーを入れてから。メインに警戒でできてるかどうかちょっと気になりますね。ジンが抜けていった。 2G のカバーです。ハイタイド、サイトを分断しました。アートからの射線もある中ですが、そこはダバイが潰していきました。まあ、メイン取ってんの偉いね。メインからの取り返しはマインドフリーク、そしてアートにはフォーセイ君が進んでいった。 1V4、 一度グラビティウェルで吸い込んでいきます。手前1人見えました、解除。うまっ、2人。あぶねえ。エクスローワンチャンクラッチしたぞ今の。なんですけれども、ロング勝負に出るスミス。肩が見えた。しかし捉えきれませんでした。早めに攻めるか。レコニングを切ってサイトに入っていくイージェ。フォーセイ君の位置と隣り合わせだ。ここはリンクに下がりました。ロックダウンの開始を打ったレックスレグムキューモンです。さあ、ここでかかってしまったホール。勝負に出る。三人手前って、えー、なんで今さ、EJさ前に出たの？うわ、痛え、そんなのサム。ここは溶けてしまった。なんかさ、EJさ今ホールに困っとけばよくなかった？まあでもホールクリアリングされるか。そうですね。まあ別にだな。さあ、前で釣っている中、裏からマインドフリークがやってくる。ガイリングライト流したが、え、二人死んでる。前を潰しに行ったが、ここはダメ、5体。こんなマインドフリーク、え、そんな何も見えない中殺すことある？前見れるっていうのがあるんですけど、はい、それにしてもですよね。そうですね、これがペーパーレックスの上手いところです。さあ、ホットハンドルダメージ。うわー、それ食らいながらやるの偉すぎ。うわー、ちかった。おわっ、さすがにここは第二陣マインドフリークのカバーが入りました。オーディン、オーディン、うわー、2人で、あー、ここでもない、やばすぎ、怖い怖い怖い、なんとか抜けた。オペレーター2連続やべえわ。ここはさすがにフリップジェイダーです。なんだろう、オペレーターを奪った。コネクターから取り返し、前に勝負出たところは 2G が渡った。これ大チャンスですね。 1V2、 人数よりはレックスルグムキヨンです。武器捨てたんだけど、あー、落ちてるからか。よりによって拾った武器は相手の使っていたスティンガーですね。あー、でもそのまま行くんですね。近距離うまい、オペレーター。まあ、これも一つの攻めオペレーターの活用方法ですよね。実際その動きは、あの、先ほどからこう一人でもドライで勝負したがっているペーパーレックスに対して刺さっていますよね。
さあ、ポーセイ君はこのラウンドシェリフです。早い展開で B サイト入っていくレクテルグミキオン、レコニングを使ってホールまで広く取れました。ただ早めにスクリームの時とか俺相手が要はむちゃくちゃ強いチームの時スタッツやばい高かった。通信員が倒されている中 B サイトをクロスで組んでいるコズミックリバイド、ロックダウンそろそろ切れます。それを一度ペーパーレフ待ってからの取り返しで、まあ、でもね、そんだけギャーギャー言おうとなんか相手がバカなのを警戒できてない自分が悪いからね。歩きながら、うわ、そこまで、うっせえやん。ノバパラスを越えて前に入っていった。これ話が変わってくるぞ。スクリーン上、上に乗った。エース、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 エース。最後はカバーはできたのに。ダバイなんよね。ダバはウッドドア前3名で進行するペーパーレックスです。リンク、キバコールに対して今の B リンクの取り方めっちゃ綺麗だったね。クリアリングスポジションほぼなかったわ。あ、うま当たるしかないところ、マインドフリークがファーストブラッドを取りました。最初のか、ここは回り込んでいました。エルミモア耐えている。2キル取りました。ただここはザバイのトレードです。いやでも2キル取ったことによって人数イーブンに戻しましたからね。そうですね。 3v3 です。有利な状況をキープしようとしているか。足音聞こえたかどうか。サイト中にネビラを展開しました。先にナノスワームを切りったところ、スモーク越しに抜いていったフリップスジェイダー。ガイディングナイト一度見えません。裏から上がってくるマインドフリーク、回り込んでいました。飛び込んでいったダバイ、いや時間ないね。 EJ1 人倒したもののダバイが時間を稼ぎました。ハンマー持ち替えてナイスキルとはならなかったものの、後半のピストル取ったのはペーパーレックスです。丁寧にアビリティでクリアリングしてますね。はい、手前に隠れてる EJ の位置気づけるか。サイト中の 2GE は見えていますが、 EJ 行く。何それ、広がったところはカスケードのカバーです。おー、生きた。クラウドバースを耐えて下がっていきます。そしてフォーセイ君がもう一度 B リンク抜けていくところはフリップスジェイダー見てるぞ。おー、よかった。これで囲まれる。そうですね、リンクを制圧、EJ 取り返していくか。ただここではヘッドショット入ったものの、あと一発が当たらなかったですね。 EJ が打ち勝ちました。ライトバックを切って入っていく中ですが、 2G、2-in-1、サミス、ん？スミス？あっと、あえて泳がした 1V2 のスミスです。武器は回収できています。バックサイト一人は気づいている。カバーを防ぎる。しゃがんで待っていた。なんとかここは追いました。いやいやするわ。4対4です。さあスミスが乗ってきましたね。乗ってきましたね。そのヘンリーはバインドからも見えていましたが、もう一度逆もできるしね。別にあれ一人見えた。さあここからリンクに、いや抜けていかね。コネクターには一人陣を、いや戻った。ただこの B サイトは3名体制のレックスレグムキヨンです。トレールブレイザーを手前から見えた。手前潰しに行った。後続 2G のカバーです。ただフリック抜いた。的確すぎん今の。エクスドンホール耐える、耐える、強い、抜いた。うほー強いねー。フラッシュで確認しましたかね、うん、上からスミス。ただエルミも抑えたがダバイのカバーです。レコニングを切ってサイト入らせないようにと遅延していくレクスレグムキヨン。ロックダウンに対してのアプローチをしていきたいんですが、ここは人数をかけて守っていきます。そうですね、この位置だとシークレットがダグアウトが逃げれませんからね。コスミックリバイド、お展開した。お展開していった。フォーセイク前に出た。まあいいカバーだな。そして本命は B サイト、B プラントで、そしてホールからの射線を通していますペーパーレックスです。まずはホール、ダバイが勝負に出ました。ヘブンからのカバーでエックスペロ、ツーオンツー。ただ倒されて情報を取りました。リンクの飛び出し、横には通し、控えていたジング一人取って 1v1。 クラッチなるか。ただ、後部に、フラッシュ。ハイタイカーブボール、クラシック。おお、やっぱまあうまいな、そうだね。フラッシュ2個残ってましたからね。展開になりました。クリとした進行は、いいエルミも抑えた。エルミは本当に打ち合い強いですね。3対4。ここからどうするかですよね。このラウンド取りに行くんであれば、まあ、ライントバック使いますけど、使ったとしても今ちょっと状況的には苦しいですからね。そうですよね。 B ロングを斜めに切りました。
ジン、ホットハンドこの位置はリンクに対してなライトバック切って入っていった。ただここはエルミも抑えました。これで B ロングの突破かなり厳しくなりましたが、リンクからマインドフリーク。ただここはエクスプローが警戒している。分かってますね。正面ではジン端に隠れていました。うわうまい、エクスペロ、うわエクスペロ神すぎるなこいつ。マジで上手だエクスペロのトリプル。今回ウッドドア2名、さらにアート2名で抑えるレックスレグムキューンです。ガイディングライト当たるか、当たりにいった。エクスペロのファーストブラッド、カウンターのような形ですね。はい、相手のアクションに合わせてガイディングライトぶつけていきました。またマインドフリックが落ちた。こうなるとやっぱりスモークがいないの苦しいですね。おーいいね、エルミモア、スミスいいファイトだ、うん、まあ簡単お手軽なタレットピンポンだよね。エイムが上向くからその間に下から勝負するっていう、まああれシンプルでマジで強いから、あのなんとね今ブロンズアイアンブロンズなねランクが、まあアイアンブロンズシルバーゴールドに上がれないよって人いると思います。僕の配信になんと手前で僕が言ったことやればゴールド上がります。正面の勝負カバーした、フォーセイクのカバーです。キルジュー使ってオーディン使いましょう。ズンズ切る余裕はない、決めるか。これはもう決まった多分 GG。 タルト会場一度触りました。えエックスペロ抑えた、壊せないぞ。いやなんとか壊したけど体力がない。ワンボイワン、これ噛みつかれたら終わるぞ。コズミックリバイドガイリングレートエックスロタック、うわー間に合う、うわー間に合うか、間に合う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 よこれ。間に合ったー 0.24 さあしかもここでオペレーター12対7から諦めずに繋いできました。その積み重ね、ここで出したオペレーター見えた、これジンも見えたかどうか。そうですよね、あでも見えたようですね、はい、警戒しています。スターを設置してネビラを展開しました。早めに B サイトには3名寄ってる中、ハイタイドの開始、コズミックリバイドを縦に切りました。ライトバックで入っていくペーパーレックス、リンクはスミスが抜けてきた。この 2G の位置耐えられるか、アングルを作った。ファーストブラッドエルミモア、おぉただ最初の中ではエクスペロ、おっとただダバイが正面、おっとスミス、いや裏を読んでる、壊すのかスミスが対応した、倒し切った。エクスペロが残ってる、エクスペロ決めるか、エクスペロ見えた、どうだ、うわぁあと1本、あと12HP 届きませんでした、プレーオフ。なかなかに熱狂できたわ。コズミックディバイドのカー